はい、じゃあ、個数の文章題をやってみましょう。まあ、これはやるかやらんかはね、学校によって違うんだけど、まあ、一応聞いとってくださいね。まあ、文章で出てくる場合があります。こうなんかね、小学校の問題みたいなんだけどね、ほとんど同じですから、やること同じですから、長い文章だからって惑わされんようにね。で、今回は、俺はね、こういう問題の時は、表を書くのね。よいしょ。で、ごめん、ふにゃふにゃだけどね、ちょっとね。で、A を、こっち A にしようか。A を読んでない。B を、読んだ、読んでないにして、で、ここに追加で入れとくね。こうしとこうね。あんま綺麗じゃないけどね。で、書いてある通りにいきます。A を読んでいるが30人で、B を読んでいるが50人ですと。で、これ全部で60人だよね、今回ね。で、A も B も読んでないはここよ。A も B も読んでないは8人なのね。って書いてあるじゃんか。で、A、B それぞれ少なくとも一方を読んだ生徒は何人ですかっていうのは、これ今から埋めていけんよね、一生懸命。で、50人、60人ですから、ここ10人だよね。で、ここ2人だよね。ってことは、ここが28人。で、ここが、引いたら22人なのかな。で、足したら30人になってぴったりですと。青は自分で書いたとこ。赤は、読み取れたところね。で、AB の少なくとも一方を読んだっていうのは、これにしようか。この部分を指すのね。少なくとも一方を読んだ人たちがこれです。赤いところは、30の52人かな。52人ですと。で、2種類とも読んだのは、今度は、ここのことなのね。ここ。ここね。だから、28人ですと。で、B は読んどるけど、A は読んでないよって。B は丸だけど、A は×だよってのは、ここなわけよ。これ読んだらおしまいなのね。簡単でしょ。だから、52人ですと。2種類とも読んだ人は何人だったっけ ?28 人ですと。で、B だけ読んどる人は22人ですのがわかる。この表便利だろ。これね、小学校4年生、5年生でやる表だけどね。実は高校でも似たような問題が出ますと。そういうことなのね。